いや、試合が終わった一言目の感想から聞かせてください。気分がいいです。さあ振り返りましょうか。今日はもう最後の最後、ツーアウトからチャンスを作ってくれた松井秀喜さん、どんな気分で打席に立ったんでしょうか。ツーアウトからチャンスを作ってもらったんで、なんとか返そうということで打席に入りました。野球が抜けた瞬間の気持ちを教えてください。いやもう、やったの、一言で言った、嬉しかったです。バッティングでも、今日は素晴らしいタイムリーでしたけど、守備でもいいプレー、一発ほど見せて出ました。再び、まだまだシーズン続いていきますけど、一軍に向けての距離感を一つ聞かせてください。でも、いつ終わりでもいいように、しっかりと準備をしているので、これからも頑張っていきます。はい、もうちょっと見ていただいてみて、もっと頑張りたい。さよならタイムリーは背番号10番哲平選手です。ナイスバッティングだ。哲平選手も聞きましょう。今試合が終わった一言に感想を聞かせてください。ほっとしましたね、はい。岩崎選手がその前で打ってくれての打席でした。どんな気分で打席に向かったんでしょう。やっぱり大きかったですね。5点になったということで、僕にかかるプレッシャーというのがかなり出たので、本当にそこは強気に感じてね、はい。打った瞬間、そして打球が抜けた時の気持ちを教えてください。一応それなりのタイミングで打ったので、打球もしっかり飛んでいってくれて、抜けるだろうなと、サイバーだろうなと、それだけでした。自分のスタイルを崩さない哲平選手らしい受け答えですけれども、哲平選手も一軍に向けての距離感を教えてください。距離感距離感、そうですね、距離感難しいんですけど、なかなかシーズン終盤になってきましたので、自分っていうのを見失わず、準備をしてしっかりやっていきたいと思います。さあ今日は1055名、ごめんなさい、1055名ですよ。今年なかなか超えなかった1000人の壁、神戸さんをぴょぴょと超えるようになりました。シルバーウィークにもかかわらず、こんだけたくさん集まってきてくださったファンの方に一言ずつメッセージください。最後まで、ありがとうございました。また明日からの試合があります。応援をよろしくお願いします。あまりにも普通の一の癒し系でさん、あの方にお礼のメッセージをお願いします。シルバーウィーク、本当にこんなにたくさん来ていただいてありがとうございました。たまにですね、こういう最後まで持てれば、こういう面白い試合もあるかと思います。